雪合戦近いな。まず雪合戦行ってみるか。犬パラレルターン止まった。ジャンプすげえな。まあまずは雪合戦から。後ろはブレーキ。雪合戦は何回やってももらえるぜ、燃えるぜ。こんな面白いんだから兄さんも来ればいいのにな。おいらの兄ちゃん、サーミンの苦手だって言ってマリンリゾートに行っちゃったよ。雪合戦やってればすぐに暖かくなるのにな。え、内緒だけど弱ってるだけで結構泣き虫なんだぜ。ゲームとかで負けるとすぐに泣いちゃうんだ。今頃泣いてたりして。で、兄ちゃんのことより雪合戦だ。投げたり避けたり超面白いからおすすめだぜ。じっとしたら寒くなってきちゃってるし、おいらも待たせんのかよ。とあと道具は離れてみてくれよな。近くにいて当たっても知らないぜ。移動、投げる、補充、まあやってみよう。結構労働時間投げんだよな。移動して、来てる来てる。あ、結構溜まるのが早い。ダメージ系だな。いっちゃい、あの距離で当てるか。やったろ。え、まだ死なねえの。どういうこと。邪魔はできんのか。二人目、よし。これ真ん中の四角が結構な邪魔だな。真ん中通路にして動けるようにしてほしかったな。どうだった、すげえ楽しいだろ。みんなでやったほうが面白い、それはわかるよ。よし、1個目。スタンプラリー。おすすめイベントは犬ぞりです。犬ってこう自分の犬が連れてってくれるのか。7番リフト、あれ、スノーボード。ボードはどうやって動かすんだ。基本同じか。 そんな簡単にスピード上がんねえからな。7番リフトっていうか下から登れんだ、すげえな。天才的だな。オーリー、ローリー、ワープしよう。プラスをして、マップ見たらすぐに、ワープできんだよ。7番って言ってた。いたってのもおかしいな。あったあった。よーし。おお、事故った。事故った。事故る。厳しい。ひどい、移動の仕方が。気づいた。そこだ。たどり着けた。
犬ぞりで遊ぶことができるゾインタイム。体重のバランス移動だからあれだろうな。ヌンチャクで曲がりたい方向で加速はフル。いけ愛犬ドッグまんま犬。あ、ペンギンかな、ヒヨコか。行くぜ。体重を出るのは自分か。下手に振るとバランスが崩れる。これはさすがにバランスリーボードの方がやりやすいかな。痛い。ボード乗ってると邪魔なんだよね。テレビからも遠くなるし。結構犬は自由に動く。ああ、だった。1分ぐらいはいけそうだな、これ。よし、ゴー。ニューレコどうじゃない。犬の走りはなかなか思うようにはいかんじゃろ。そうやって少しずつ犬と気持ちよく使わせる。なんかような犬ぞりの魅力なんじゃねえ。にゃ新記録じゃの。いや、しろしとる。これからも新記録を狙うのじゃ。あと10個。スノーライト。なんか被ってるよな、6番。こういう時本当に、おっと、降りてしまった。これは、あえて滑り降りよう。しかしか、スピードアップ。もっと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 。あんまりスピードが上がんねえな。どこだ。お、これだな。シカが普通にいいんだよ。よし。情熱に燃える。あ、修造がいる。チャレンジャー。スノーパンサー、またのスピードキングと呼ばれる地面上層。まあ、見上げたやつっす。だが残念っす。スノーリゾートナンバーワンなどは誰も譲れないっす。燃えてきたっすよ。スキー&スノーボードのレースイベントなら、どれでもかかってこいっす。犬は申し訳ないっすが、ここで見守ってほしいっす。ハッターの間を取らないとプラス5秒。なるほどね。任せておけ。同時にやるわけじゃないんだ。これ当たってもいいんだよな。ちょっと、ブブー。焦って角度変えすぎると大変なところまで行ってしまう。
さすがにボードスキーはバランスボードを使った方がいいな。これも1分切れるな。止まれよ。リプレイとかいいから。やっほー。周り喜びすぎで。フラッグ、ああ1失敗の数かな。おはようです。あ、おはようございます。キツネさん。朝っぱらから何やってるんだっていう感じですけど。うっす、お疲れ様でした。滑り足りないんじゃないですか。十分ならいくらでもつきあっすよ。待ってるっす。って一緒に滑ってねえじゃねえか。見てただけじゃん。ドン。あと9個。とりあえずまずは20個目標だよな。トリックチャレンジ。ワイルドボアラッシュのゲート4番5番ドリフトを乗っていきゃいいよーと。どこだ？あー場所違うな。実際のスキー場だったらこう下まで滑ってからリフトっていう感じになるんだけど、便利なワープ機能4番5番だ。レッツゴー。はい、あっという間に到着。素晴らしい、ワープ機能の素晴らしさ。スピードアップ。なんか矢印がついてる。おーっと思ったらボードか。つか スキー場にボード乗り捨てられてたらいろいろまずいよね。巨大なジャンプ台から空中に飛び出しトリックを決める。トリックチャレンジを極めることができるのは確かなトリックの知識とテクニックを持ってる人だけ。あら、そこのあなた、そこのあなたって、まあ、誰にさっき説明してたんだよ。あなたもこのイベントに見られてしまったのね。わかるわ、この魅力には抗えないもの。トリックチャレンジをやりたいんでしょ。それじゃあ始めましょう。定められたトリックを次々と決めてちょうだい。楽しみにしているドゥグはごめんなさい。残念だけどおとなしく見てましょうね。トリック C プラス Z やってみるとわかるだろう。さて行きますか。お題のトリック、まず左手。スピードアップ。よし。あ、全部決めようって言われても初回だから1回だけか。一つでいいのか。やっほー、応援してる人同じだ。トリックチャレンジを極めるにはまだまだのようね。もっとテクニックとトリックの知識を磨いてちょうだい。あなたがこの試練をクリアしてくれるのを楽しみにしてるわ。準備ができたらまたおいで。お、やった、マウンテンリゾート行けるようになった。12個ゲット。スノーチュービングです。頂上に行ける。麓のヘリに乗れば。頂上行くのにヘリか、贅沢だな。ちょ、どうしよう。新しいところに行くか頂上に登るか。風船発見。風船、風船。スキップ団からの伝言。スケット団じゃねえの、スキップ団。ノリノリ気分の時は体も使ってノリノリしよう。そいつは簡単、そのままスキップ。歩きながらユリモコンを振るだけ。なんだと、試してみようか。ヤッホーヤッホーヤッホー、スキップ始めた。なんという無駄な軌道。スピードは大して変わらん。新しい土地に行きたいからちょっとマウンテン行っちゃおう。リゾートを変える。ワープはどこでも可能さ。マウンテンリゾート、